やっぱもういいかな、でまぶしいですね。そういったホームですね。入ってね、ガツンと行きたいところですけど、一回ちょっと焼きそう、長島のところすぐにしばらくない感じですからね。あ、ちなみにいっぱい有料道路ですけど、確か途中にパーキングエリアはあったと思うんで、そこはちょっとやってみようかなと思います。なんか最近リニューアルしたはずですね。長島スパーランドか、駐車場超満車ですね。すごいな。よっしゃ、ちょっとトイレ帰ってきましょう。あった、トイレしとったらちょうど前巻きましたね。よいしょ。さてと、で、一緒。あ、指のあれか、スタンドの準備してんだ。これで音声に戻ってきますよと。久しぶりに長島のパーキング何か多かったな。さすがにあれがよくて、日が暮れる前にあっちの方行っちゃいたいですからね。
つうかそっか、でも大高インターから乗ろうと思うとあの一区間だけでマルト高速料金固定の料金払わなあかんのか、名古屋高速。なんかさすがに尺ですね。あ、手前の名古屋高速から入って大高の方まで入ってみちゃいましょうか。あれ名古屋高速ってどういう料金体系やったっけ、普段使わんから覚えてないんだけど、固定料金なんですよね。あれ線またいでも固定やったっけな、一宮線だけなんか別の料金になっとってみたいなんだけど、すごいよ。だったらね、さすがに一駅で1000円近く取られますからね、一区間だけ乗るのに1000円はちょっとさすがにね、あれですし、そっちから入ることがあんまり想定されてないと思うんで、多分その大高のインターのところも名古屋方面から入ってくる車を想定してると思うんで。そっちから入ってみようかな。